木モーパッサン農業婦人らの白いボンネットノーフラのぼうぼうした髪、またはポマードで固めた頭髪を見下ろしながら老子祭はお説教の終わりの方の文句を早口に言っているミサにはるばるやってきたノーフラの大きな籠は各自の足元に置いてあった。 1月の日盛りの暑さにむされて、集まった人たちからは家畜の匂い、牧羊の匂いが発散していた。開け放した大きなドアから音鶏の鳴く声が聞こえてきた。また、近所の畑に寝転んでいるらしい寝牛の鳴く声もしてきた。時折、畑の香りを含んだ微風が玄関から吹き込んできて、 ボンネットの長いリボンをひらひらさせながら通り過ぎると祭壇の上でろうそくの先の黄色い炎をちらちらさせた「すべて神のおぼし召しに従うように『アーメン』と司祭は戦したそして口をつぐむと一冊の本を開けて毎週のことながら信者たちに 村司細は40年近くもこの小教区を管理している白髪の老人で日曜ごとの説教のため信者の誰彼となしに親しく交わるようになっている司祭は言葉を継いだ「デジレ・ヴァランさんは大病だそうです」。 またポーメルの奥さんも産後の日立ちがはかばかしくないそうですどうぞお二人のためにお祈りくださいもうこれ以上言うことはないらしかった司祭は政務日当初の間に挟んでおいた紙切れを探していたが2枚出てきたので続けていった 若い男女が夜分墓場へ来てはいけません今後そんなことがあったらもりに知らせますセゼール・オンモン氏が正直な若い女を女中に欲しいそうです言い終わってまだしばらく考えていたが付け加えた「皆さん今日はこれだけにします。神と神のこと精霊の皆において」。 皆さんに祝福あらんことを司祭は説教団を降りてミサを終えたマランデン一家はミサから戻ってフールビルの街道筋のサブリエールブラックの突破連れにある草屋に入ると父親は食卓の前にどかっと腰を下ろした。 痩せてしわだらけの小柄な年取った百姓である女房が鍋をおろし娘のアデライドが戸棚からコップや皿を出している間に父親は言った「そういうこっちゃまことにええ都合じゃに」「ほら大門さんのとこの口だがなあの方もやも目暮らしじゃあるし娘後には好かれていねえし」 一人きりで物持ちときてりゃうちのアデライドにはもってこいだと思うだに。女房は真っ黒けの鍋をテーブルの上に置いてふたを開けた。そしてスープの湯気がキャベツの匂いをプンプンさせて天井に登ってゆくのを眺めながら考え込んでいた。亭主が言葉を継いだ。 あの方が物持ちなことは確かじゃただ抜け目のない方にちげえねそれがうちのアデライドと来ちゃさっぱりダメだでなそこで女房が言ったどっちみち当たってみたらよかろうにそれから娘の方に向いておでかさんわかったかなれは大門さんとけえ女中奉公に行くだよ何でも あの方の言いつけ通りにしにゃいけねえだよりんごのように赤く膨らんだ頬をした黄色い毛のそのポカンとした田舎娘は母親に何とも答えずにただアホらしく笑い出したやがて3人は食事を始めたものの10分もすると父親は再び言った「いいかちょっと聞きた わしがこれから言って聞かすことはちゃんと守って間違っちゃいけねえぞ。それから父親は立ち振る舞いなどに関してくどくどと事と細かに話して聞かせるのだった。どんな些細なことでもいちいち先のことを考えあわよくば娘を手玉にとって家族の者たちと仲の悪いあの独身の老人を丸め込んでやろうと思った。 母親は食べるのもやめて聞き耳を立てた手にフォークを握ったまま亭主と娘を代わり番に打ち眺めながら自分は一言も口を出さずに全身の注力を傾倒してこの一夜漬けの押し込みを聞いていたのであるアデライドはまぬけ顔で辺りをぼんやり眺めながらおとなしそうにボカンとしていた 食事が終わると母親は娘にもボンネットをかぶらせ2人うち連れてセゼール・オーモン氏を訪ねに出かけたセゼール・オーモンは小作人どもの入っている農家と背中合わせのレンガ造りの小さな吾妻屋風のうちに住んでいた今は離職から手を引いて利子で生活している楽園居の身だからである。 年の頃は55ぐらいだった。体はでっぷりと太りお調子者で気難し屋であるところなど世の金持ちと変わりなかった壁土が落ちるかと思われるほどの大声で笑ったりどなったりしたリンゴ酒でもブランデーでもぐい飲みにする方で年にもなく今もって旺盛だということだった。 両手を後ろに組んで畑の中をぶらぶら歩いたりするのが好きだった肥え土の中に器具を突っ込みながら麦の伸び具合や花盛りの菜種などを気楽に素人らしく手をこまぬいてただもんやり見ているのが道楽だった村中の人々は毎日ご機嫌がいいとは言いかねるこの旦那をお天気屋さんと呼んでいた 彼はホテイバラを食卓に押し付けてコーヒーを飲みながら2人の女の訪問を受けたそれからふんぞり返りながら訪ねた「何の用だい?」母親が口を切った「これはうちのアデライドですが女中に使ってもらおうと思ってきましただ」「ただ今朝司祭さんに聞きましたんで」 オーモン親父はじっと娘を見ていたが出し抜けに「このでっかいメやぎはいくつだい?」「大門の旦那様このサン・ミッチェル祭で丸二十歳ですみ。そうかよろしい飯を食わせて月15フランやろう明日また来い朝のスープに間に合うようにだぞ」 それから2人の女を返した翌日アデライドは勤めに来たそして両親の家にいる時と同様一口も口を引かずにせっせと働いた9時頃台所の敷石を洗っていると黄門氏に呼ばれた「アデライド彼女は駆けつけていったはい旦那様 彼女が真っ赤な汚い手をして目をおどおどさせながら主人の前に立つといきなり彼は宣告した少し言いたいことがあるのじゃ、ええかわしとてめえとは違うのだぞてめえはわしの女中だぞただそれだけだぞ、ええかわしらは器物をごちゃごちゃにしてはいけねえのだぞ はい、旦那様いる場所も違うのだぞ、ええかてめえは台所だしわしはお居間だぞその他のことは何でもかんでもてめえとわしはおんなじだぞ、ええか分かったかはい旦那様わかったらよし行って仕事をしろ彼女はまた仕事をしに行って 正午に彼女は壁紙の貼ってある小さな部屋に主人の食卓の支度を整えたやがてスープの用意も出来上がると黄門氏に昼食を告げに行った「旦那様支度が出来ました」彼は部屋に入って食卓に着き辺りを見回しナプキンを広げしばらくためらっていたが雷のような声を出した。 アデライド彼女は仰天して飛んできた彼は虐殺でもしかねまじ声で怒鳴った「こらこのトンマメこれじゃてめえはどこへ座る気か」でも旦那様彼はわめえたわしは一人でなんか食うのは嫌だぞこのトンマメてめえはそこに座れ嫌ならここから追い出してしまうぞささ早く 姫の皿とコップを持ってこいと言うのにあっけに取られて彼女は自分の食器を持ってくるとどもりながら「は <laughs> い旦那様。それから彼女は主人と向き合って腰掛けたたちまち主人ははしゃぎ出しコップを触れ合わせたりテーブルをたたいて見せたりまたよもやま話をしたりした娘は目を伏せたまま聞いていたが 一言も口をかかなかった。時々彼女はパンやリンゴ酒や皿を取りに立ったコーヒーの時になると彼女は茶碗を一つ切り主人の前に置いたすると彼はまたしても怒って文句を言った「それだと」とてめえのはどうした「旦那様わしいただきませんで」「なぜいただきませんだ?」 私、あんまり好きでで。はないでそこで彼は再び爆発した「わしゃ一人でコーヒーを飲むのなんかやだぞこのトンマメ。どうしても飲まないと言うならここから追い出してしまうぞこのトン豆さあさあ早く行って茶碗を持ってこいというのに」彼女は茶碗を取ってきて腰をかけ 真っ黒い液体を口に当てるとしかめ面をしたしかし主人がにらめつけているので飲み干してしまったついでブランデーを一杯二杯三杯といやおうなしに飲まされたやっと黄門氏は彼女を話してやった「さあもう行って食器を洗うのだぞなかなかええ娘じゃ」 夕食の時も同じだった。それが済むとドミノ遊びのお相手をしなければならなかったやがて彼は彼女を根にやった「さあ行ってねなわしもすぐ根に行くで」そこで彼女は寝室にあてられた屋根裏へ上がっていった彼女はお祈りをすると着物を脱いてヤグの中に潜り込んだところが 突然彼女はびっくりして羽をた。ものすごい叫び声が家中振動させているのだアデライドいるか彼女は扉を開けると屋根裏から答えた「旦那様はーいただいまてめえはどこにいるのだ」でも寝ているのですがあのー、旦那様そこで彼はとなった降りてこいってば。 このトンマネわしゃ一人で寝るなんか嫌だぞこのトンマネ、てめえが嫌ならここから追い出してしまうぞこのトンマネ。そこであっけに取られた娘はろうそくを探しながら上から答えた「旦那様はーいただいま」すると彼は聞いたのだったやっと見つかった彼女の器物が もみざいの階段をことごとたたきながら降りてくるのをそして彼女が最後の段々に来たところを両腕を踏んつかまえたのだったかくして彼女が自分の小さな器物を主人の大きな器物の脇に脱ぎ捨てるや彼は娘を自分の部屋に押し込んでしまった「さあさあ早くこのとま豆」とつぶやきながら それから彼女は自分が何を言っているのかも知らずにただひっきりなしに繰り返していった「旦那様はいただいまはいただいま」はい、いまそれから6ヶ月後のある日曜日彼女が両親に会いに行くと父親は変な顔をして娘をじろじろ見ていたがやがて訪ねた「なれは腹がでかくなったのじゃねえけ」。 娘はポカンとして自分の腹を眺めながら繰り返していったまさかそんなことはあるめえよそこで父親は全部吐かせてしまおうと思って娘に尋ねた「あのー、なれは毎晩お前らの器物をごっちゃにしなかったかえ?」「下だよ初めの晩にごっちゃにしただよそれから毎晩下だよ」 それでよなれの腹はこんなに逆だるみてえに膨れただ彼女はしくしく泣き出した「わしちっとも知らなかっただよわしちっとも知らなかっただよ」わしとどもりながらマランデンの親父は満足げな顔に目を輝かせながら娘をうかがっていたが尋ねた何を知らなかっただ 彼女は涙声で言った。私ちっとも知らなかっただよあんなことさえすれば子供ができるなんてそこへ母親が戻ってきた亭主は別に怒りもせず事の次第を述べ立てたそういうわけでともかくも払んだのじゃしかし女房は怒った女だけに本能的に激高して 泣きじゃくっている娘を口汚くののしり「女郎だの印売だの」と言ったそこで親父が女房をやっと黙らせたそしてセゼルオール黄門の旦那に談判をしに行こうと己の帽子を取りながら言った「こやつも思ったよりバカな女じゃわい自分のしていたことを知らなかったとはあきれたやつじゃわい」 次の日曜日の説教の時労使祭はセゼール・オーモン氏とアデライド・マランデンの婚約を発表した。